今回紹介するのは侍ジャイアンツ。1971年ジャンプで連載されていた野球漫画なのだ。この漫画の一番の見どころは主人公バンババンの魔球の数々なのだ。主人公バンババンは超人的な身体能力とオラオラ系の性格で、ハイジャンプ魔球、エビ投げハイジャンプ魔球、手でボールを潰して投げる分身魔球、大回転魔球、パッと見ボークじゃねってなるようなルール無用の野球漫画なのだ。他の野球漫画に比べ派手で過激な描写も多く、負傷流血も多かったのだ。これ野球漫画じゃなかったって、と自問自答を1話で10回は思うと思うのだ。弓矢をバットで打つ練習とか、滑り落ちてくる木をバットで打ち返したりと、ツッコミが止まらないのだ。とにかく昔独特の間違った方向に人生をかけてる描写が多いので、良い子の皆さんは真似しないことをおすすめするのだ。1973年にはアニメ化もされていて、今も D アニメストアで見えるみたいなので、なんか暇な時にでも見てみてほしいのだ。